皆さんこんにちは。横浜にある堺シャローム福音教会の小山英二です。今日は10月17日、聖書箇所はエゼキエル書21章1節から17節、裁きの厳しさを知るほど真の悔い改めに至ります。エゼキエル書21章1節から17節、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をエルサレムに向け、聖所に向かって語りかけよ。イスラエルの地に向かって予言せよ。イスラエルの地に言え、主はこうおせられる。今私はあなたに立ち向かう。私は剣を鞘から抜き、あなたのうちから正しい者も悪者も立ち滅ぼす。私があなたのうちから正しい者も悪者も立ち滅ぼすために、私の剣は鞘を離れてネゲブから北まですべての者に立ち向かう。この時すべての者は主である私が剣を鞘から抜いたことを知ろう。剣はもう鞘に収められない。人の子よ、嘆け。彼らが見ているところで腰が砕けるほど激しく嘆け。彼らがあなたに、なぜあなたは嘆くのかと言うなら、その時あなたは言え、この知らせのためだ。それが来るとすべてのものは心がしなえ、すべてのものは気力を失い、皆意気消沈し、誰の膝も震える。今それが来る、それは実現する。神である主の御告げ。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、予言して言え、主はこうおせられると言え。剣、一振りの剣が研がれ磨かれている。虐殺のために研がれ、稲妻のようにそれは磨かれた。我々はそれを喜ぼうか。私の子の杖もすべての木のように退けられる。その剣は磨かれて手に握られ、それは研がれて磨かれ、殺す者の手に渡される。叫べ、泣きわめけ、人の子よ。それは私の民の上に下り、イスラエルのすべての君主たちの上に下るからだ。剣への恐れが私の民に起こる。それゆえあなたは腿を打って嘆け。試されるとき杖まで退けられたなら一体どうなることだろう。神である主の御告げ。人の子よ、予言して手を打ち鳴らせ。剣を二倍にし三倍にして、人を刺し殺す剣とし、大いに人を刺し殺す剣として彼らを取り囲め。彼らの心が震えおののくように、彼らのすべての門につまずきを増やせ。ああ、私は剣の先を稲妻のようにして、虐殺のために磨きをかける。あなたの顔の向くところ、右に向け左に向けて切りまくれ。私もまた手を打ち鳴らし、私の憤りを鎮めよう。主である私が語るのだ。二節にこのように記されております。人の子よ、顔をエルサレムに向け、聖所に向かって語りかけよ。イスラエルの地に向かって予言せよ。この箇所は神の裁きの予言です。エルサレムの聖所が裁かれる。これはイスラエルの人たちにとって理解しがたい内容だったと思います。彼らにしてみれば、
他の国々よりもエルサレムの方がずっと信仰的ではないかと考えていたと思います。安息日は守ってるし、捧げ物もしてるし。それで神様はエゼキエルに預言的象徴行為を行うように言います。塵の子よ、人々の前で嘆け、苦悩のあまりうめき声を上げよう。どうしたのかと聞かれたらこう答えよ。神様が恐ろしいことを語ったからです。その通りになったらどんな勇敢なものも恐怖におののき、力も皆抜けてしまう。意気消沈し、強い膝もガタガタ震える。神様がこうお語りになります。お前たちは滅びに向かっている。私は必ず成敗してくれる。残念ながらエゼキエルの時代の後、バビロン捕囚から帰還した民が再建したエルサレム神殿に対しても、神の子イエス・キリストが裁きを宣告しております。なぜならばエルサレム神殿がユダヤ民族のナショナリズムの象徴となってしまったからであります。ユダヤ民族以外を認めない排他主義的ナショナリズムは聖書の教えに相反するものでした。イエス様はそのようなナショナリズムの象徴としての神殿を断罪したんです。イエス様は言われました。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。エルサレム神殿というのはユダヤ民族のためだけではなくて、すべての民族のためだったというわけであります。そのような意味で平和をもたらすための象徴であったはずのエルサレム神殿が暴力をもたらすための象徴となっていたことに、イエス様は心を痛められ断罪したわけです。しかし残念ながら歴史は繰り返します。神殿というのはそもそも神がおられる点と私たちが生きるこの地が重ね合う場所でありました。神の子イエス・キリストがこの地に来られたがゆえに、エルサレム神殿ではなく今イエス・キリストの中で天と地が重なり合います。聖書は言います。言葉は肉なる人となって我々の間に幕屋を張った。神の子イエス・キリストは人となって私たちのためにあの十字架で死に葬られよみがえられることを通して、この地にイエス・キリストという新しい神殿をもたらしてくださいました。使徒パウロはこのことをよく理解していましたから、このように言いました。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。しかし残念ながら人は今も神が裁かれ、イエス様が終わらせたはずの幕屋や神殿を建てようとし、打ち壊したはずの隔ての壁を建て直そうとします。神様は言われました。イスラエルの地に言え、主はこう仰せられる。今私はあなたに立ち向かう。私は剣を鞘から抜き、あなたの内から正しいものも悪者も立ち滅ぼす。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうということができます。しかし神があなたに立ち向かうと言われたら、それは悲劇でしかありません。こんな話を聞きました。世界的に有名な聖書学者がこんなスピーチをしたそうです。
私は今病気です。首が痛くて首が上がりません。私があまりにも聖書を切り刻んで細かく批判して今日まで来ましたので、とうとう罰が当たりました。首が上がらなくなりました。ジョークとしてそう話していたそうでありますが、それを聞いて私は恐れを感じました。恐れを持って聖書の御言葉を受け止める、それはとても大事なことであると思います。なぜなら聖書は神の言葉だからであります。神様は言われました。今それが来る、それは実現する。チーロバ先生こと榎本康郎先生がこんなことを言っております。人々は皆充実した生活をしていると思っていても、信仰というものは人と比べてどうかというものではない。神に対して私はどうであるかということなのである。神の愛に触れたこの私がどう生きるかが信仰の生活である。神の技は徐々に来るのではなく、突然突風が吹くように上からやってくる。ある日予想もしなかったことが起きてくるのである。人間は現実の生活から類推する。神の裁きに対しては非常に鈍感である。しかし神は世界を滅ぼすこともできる方なのである。確かにエゼキエルが予言した通り、バビロン帝国によってエルサレムは滅ぼされてしまいました。自分が置かれている状況から類推して大丈夫と思っていないか、恐れを持って神の御言葉を受け止めているかどうか、自分を吟味することは大切なことだと思います。ただ今回この榎本先生の神の技は徐々に来るのではなく、突然突風が吹くように上からやってくるという言葉に私は特に心がとどまりました。というのも神の技というのは裁きだけではありません。救い、この日本の国のリバイバルも神の技であります。日本のリバイバルは徐々に来るのではなく、突然突風が吹くように上からやってくると読み直すならどうでしょうか。今それが来る、それは実現する。日本のリバイバルは来る、それは実現する。いかがでしょうか。神を恐れつつ、この神に期待しているでしょうか。エルサレム会議の中でヤコブがこんなことを言いました。この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す、すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。ヤコブはここからダビデの幕屋を建て直すとは言っていません。私たちがダビデの幕屋を回復させなければいけないと言っているわけではありません。イエス・キリストが私たちのために十字架にかかり、死に葬られ、よみがえられ、天に昇り、ペンテコステの日に聖霊が教会に与えられたことがこの予言の成就だと言っているわけです。だからヤコブは言いました。そこで私の判断では神に立ち返る異邦人を悩ませては
いけません。神が断罪したユダヤ民族のナショナリズムの神殿ではなくて、すべての民の祈りの家となるべく人となって我々の間に幕屋を張られたイエス・キリスト。今日の箇所のエゼキエルの預言は裁きの預言でありますけれども、私たちはまさにこのイエス・キリストの十字架の御業を通して旧約聖書を理解する必要があります。祈ります。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。イエス様、あなたの十字架の御業を感謝します。日本にリバイバルが来る、実現するということを信じます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。